トメさんこちら、ツバヤランスと申します。今日紹介するカードはこちら、ファイナル流派グレンモルト。コスト7の光と闇と火、ガイアルコマンドドラゴン、ヒューマノイドバクドラグナー、スピードアタッカー、パワードブレイカー。このクリーチャーのパワーをバトルゾーンにある自分のドラグハート1枚につきプラス3000する。このクリーチャーが出た時、または自分のターンの初めに自分のマナゾーンにあるカードと同じ文明を持つコスト5以下のドラグハートウェポンを1枚自分の超次元ゾーンから出す。このクリーチャーに装備して出す。このクリーチャーが離れる時、代わりに自分のドラグハート1枚超次元ゾーンに戻しても良い。主に5色コントロールで使われています。皆さん、このカード昨日紹介したザークリカより強いです。正確には違うベクトルの強さなんですけど、場に残れば残るほど手に負えなくなります。まずこのカードのテキストにあるドラグハートとは何なのか。デュエルマスターズにはメインデッキの他に先日紹介した GR ゾーンと今回新たに紹介する超次元ゾーンというものがあります。特定のカードで場に呼び出すことができ、場を離れる時はまた超次元ゾーンに帰ります。そんな超次元カードには2種類あり、1つ目がサイキッククリーチャー。両面が存在するカードで、何らかの条件で裏返って強化されたり、呪文などの効果によって状況に応じて好きな面を呼び出したりできます。正直最近ではあまり使われていないので、応用編としてまた後日紹介します。今回紹介するのは2つ目のドラグハート。そしてそのドラグハートにはさらに3種類あります。1、ドラグハートウェポン。見ての通り武器でクリーチャーに装備します。装備した時の効果があったり、アタックする時の効果があったりと様々で、そんなドラグハートウェポンはある特定の条件を満たすと別の形態へと変形します。これを流解と言います。2つ目、ドラグハートフォートです。先日紹介した D2 フィールドのような置物系です。故に盤面全体に継続的な効果を及ぼすものが多いです。ドラグハートウェポンの場合、装備したクリーチャーが場を離れればそのウェポンも離れてしまいますが、こちらのフォートレスは独立しているため、めっちゃ映え叩き的な特殊カードがなければなかなか除去できないのが厄介なポイントです。3、ドラグハートクリーチャー。そして最終的にはクリーチャーに変形します。カードによっては流回避といって、離れる代わりにフォートレスの状態に戻るクソ厄介なやつもいるので気をつけましょう。という感じでめちゃくちゃ強くて面白いギミックです。そして先に言っておきます、結構高いです、ドラグハート。よろしくお願いします。さあ、そんなドラグハートウェポンを駆使するこのファイナル流派グレンモルト、ちょうど昨日紹介したドラゴンズサインから出てきますね。ちょっと危ない匂いがしてきたぞ。そして出た時とターン開始時にマナゾーンにそのウェポンと同じ文明さえあれば、まあ5色なんで何でも出せるんですけど、状況に応じて8通りのドラグハートを使い分けて確実にアドバンテージを獲得していきます。そして注目すべきはこの一文。このクリーチャーが離れる時、代わりに自分のドラグハートを1枚超次元ゾーンに戻してもよい。皆さん、こいつを放置するとどうなるか分かりますか？あっという間に3枚や4枚装備してどんどんパワーも上がり、除去耐性も増えていくので除去不可能です。そう、このカード有利な状況をどんどん有利にしていくタイプのカードなんです。そういう意味では昨日のザーリクリカと似ていますが、このカードの凄さは何といっても殺傷力。ワンドローと除去を繰り返し堅実にアドバンテージを稼ぐだけのザーリクリカとは違い、このドラグハートなんと1枚でフィニッシュレベルのポテンシャルがあります。その実態については長くなるので、また明日解説ということで後編もお楽しみに。ちなみになんですけど、去年の今時期はこいつが2ターン目に出てきてました。そう考えると今のジョースターなんて可愛いもんですよね。参考になったらチャンネル登録お願いします。それでは。